こんにちは、岩根です。今日はブレンダーでご覧のようなアニメ風のシェーディングを行うための方法をお伝えいたします。このチャンネルではお絵かきやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っておりますので、興味を持たれた方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは参りましょう。冒頭でお見せしたうもうちゃんは UV 展開後テクスチャーを描いてからアニメ風のシェーディングをかけてるんですが、オブジェクトが単色だったり比較的簡単な色分けだったらテクスチャーなしのマテリアル設定のみの方が簡単かもしれないです。今回はその両方のやり方をお伝えします。まずはテクスチャーを使ったやり方から解説します。オブジェクトの UV 展開後ワークスペースをテクスチャーペイントに変更します。ピンク色になってるっていうのは現在何のテクスチャーも貼られていないからです。テクスチャースロットのテクスチャーなしとなっているところのプラスをクリックしてベースカラーを選択。各種数値はそのままで、色だけ白に変更してください。 OK を押したら左のウィンドウへ移動して上部画像メニューからテクスチャースロットで作った名前マテリアルベースカラーを選択してください。これで左右同じ画像ファイルが適用されたことになります。ここでワークスペースをシェーディングに変更。デフォルトのプリンシブル BSDF を削除して Shift A で、シェーダーから Diffuse BSDF を追加。同じく Shift A コンバーターからシェーダーから RGBA を追加。BSDF とシェーダーをつなぎます。シフト A、コンバーターからカラーランプを追加してカラーと係数を接続。そしてまたシフト A シェーダーから、シェーダーミックスを追加してカラーと係数を接続。マテリアルベースカラーのカラーとシェーダーミックスの下の方のシェーダーを接続し、シェーダーミックスのシェーダーとマテリアル出力のサーフェスを接続します。これで基本的なノードの完成です。ここでテクスチャーペイントのワークスペースに戻します。こんな感じで左に書いたものがそのまま右のモデルに適用されますし、逆に右のウィンドウで立体に直接ペイントしても左側のテクスチャーに反映されますので、模様に応じて書きやすい方で、作業を進めていきましょう。デフォルトのブラシはエッジがぼんやりした感じなので、今回はパッキリとした塗り分けにするためにプロパティの減衰の項目から一番右のブラシ先を選択します。色はサークルやRGB の数値で決定できますし、 S キーを押すとスポイトになりますので、それで今までに塗った色から拾うことも可能です。さあ、それではあとは自由に塗っていきます。これゴンドラ部分にマークを書こうとしたんですけども、なかなか書きづらかったのでクリップスタジオで作業をやることにしました。そこで画像メニューから別名で画像を保存。
別名で画像を保存。さらにここで影色用のテクスチャーも一緒に作ってしまいます。単純に元の画像の上に乗算で青系のレイヤーを重ねて合成して、影用に別名保存ということになります。ここでブレンダーに戻って画像メニューから置き換えを選択して、先ほどのクリップスタジオで作成したノーマル部分用画像を選択すると置き換わります。シェーディングのワークスペースに変更。これで陰影はついてるんですが、これをアニメ風のパキッとした塗り分けに変更します。このリニアとなっている項目を一定に変更します。するとこれまでグレーのグラデーションになっていたところが白と黒の2色に分かれます。スライダーを動かして影部分とノーマル、つまり光が当たっている部分と、影の部分の面積を、自分の好みにしてください。その後、先ほど作った影用の画像を指定した画像濃度をシェーダーミックスの上の方のシェーダーと接続することで、アニメ風のパッキリとした2色の塗り分けになります。最後にプロパティのシーンの中にあるフリースタイルにチェックを入れます。これはレンダリング画像にアニメ風の黒い線を追加するっていうオプションになっています。これでテクスチャーを使ったアニメ風シェーディングが完成しました。続いてテクスチャーを使わずに骨組みとバーナー部分の作業に取り掛かります。骨組みのオブジェクトを選択してマテリアル設定からサーフェスをディフューズ BSDF に変更して、やってもやらなくてもいいんですけど、気分を出すために一度色を指定します。ここでワークスペースをシェーディングに変更。全体的に色合いがくすんでると感じられると思います。理由はシーンのプロパティのカラーマネジメント、ビュー変換の項目がフィルミックになっているからです。これに設定されていると一般的なリアルな CG にはいいんですけども、アニメのような絵作りには向いていないので標準に切り替えます。するとこのように明るい色合いでレンダリングされます。ここから骨組みとバーナーのシェーディング設定をします。実はやることはさっきのやり方とほぼ同じで、ディフューズ BSDF とマテリアル出力の間にシェーダーから RGBA とカラーランプを追加。今回はシェーダーミックスはなしで、カラーとサーフェスを直接接続します。 RGB の項目をリニアから一定に変更してから、上の白のところをクリックして、下の枠をクリック、ノーマル色のピンクを指定します。続いて、黒影の部分をクリックしてから、同じく下の枠をクリックして今度はピンク色の影色を作成します。バーナー部分は金属ということでハイライトをつけたいので、こちらのプラスをクリックしてスライダーを追加してから同じように色を指定します。このスライダーはいくつでも追加削除が可能なので、色を何段にでも作ることが可能です。ここまでで基本的にアニメ風の表現としては問題ないと思うんですけども、厳密にはこういう風にごく微妙にアンチエイリアスがかかっています。商業アニメの場合は原則的に完全にアンチエイリアスオフで作業をするので、その場合にはこちらのサンプリングの項目のレンダーの値、デフォルトで64になってると思うんですけども、
ここを1に変更してください。そうするとこのように完全にドット絵の状態にすることができます。ということで無事に完成しました。他にもいろいろとやり方はあるかもしれませんが、アニメ風シェーディングの一例として見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。